くても長く長く長く続けていきたいな、そんな願いも込めて書いた曲でした。皆さん寒い中本当にお付き合いありがとうございました、最後1曲そして楽しんで帰ってください。テッドって
後皆さんありがとうございました。また8時15分のステージでお会いできたら嬉しいです。風邪ひかないように気をつけてくださいね。